はい、こんな感じで、テント、オガーツインクレスタで一針分、パンパンでございます。パンパンです。まあまあ、でもサイトとサイトの間はいい感じで空いておりますので、若干のプライベート感はあると思いますもう雨やから、設営終わってからの撮影ですけども。そうです、設営撮れてません今3時なので、ちょっとゆっくりして晩ご飯作っていこうかなって感じです。めっちゃ寒いです。うん、やっぱりなる。ここはサイトに上がるときに90度に曲がってるんですよ、うん、90度言い過ぎあ、道がね、道が90度に曲がんねんけど、うん、その狭いから、そこの道幅自体も狭いし、うん、で坂が結構グッてなってて、うん、あるポイントを踏むとスタックします。煙吹いてました。焦ったね。焦って、うわーっ、怖かった。ちょっと白い煙出てきた。もうパンクするかな。はい、っていうので、SUV とか、あ、四駆とかで来るか、うん、そうやね、一回ちょっと通り過ぎて、お尻振ってストレートで上がってくるかですね、の方がいいと思います。うん、はい、ワンボックスは無理です。きつかった。セレナでは無理でした。一回で来るんじゃなかった。切り返せばよかった。ちょっとまたりしましょうか、じゃあ。うん、ちょっと晴れ間見えてきたけど。晴れ間やっとな。うん、うん、はい。寒っ。いやこれ、もしでもスカイパイロット当たったら貼られへん。貼られへん、ここは。もう、ついクレスター貼るしか。それが大予約さん。あれ、でもフリーサイトあるんじゃなかったっけ。あ、あるはずの。オートサイトもあるやろ。オートサイトもある。
なんかステージがあるって言ってたけど。え？ステージ。ステージあんねん。ステージあるんですよ。芸術の森やからね、やっぱり。ステージで子供遊んでいいんでって言われたけど、どうやって遊ぼうやろうと思って。ダンスするしかないでしょ。はるたの舞台やな、じゃあ。なんか徐々に来てる気がする。今日はファイヤー早そうっすね。じゃん、早いね。もう来ても、うん、うまい。ウインナーに合うわ。それもあれやん、チーズフォンデュやん。このな、カマンベールチーズが美味しいよな。俺はかけてるな。弱かったな。どうですか？味ない。え？美味しい。甘い。うん。美味しいけど、もうちょっと焼いた方が良かったな。うん。でもちょっと早食べたいよ、衝動に負けてしまって。流れ星見て。お前。へへへへ。笑ってるの。雨やまへんし、寝ましょう。そうね、もう寝ましょう。
ましょう。布団に入りましょう、寒いから。うん、おやすみなさい。これ消えたら寝ます。おれ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 、やっと晴れてきたけど、撤収して帰ろう。やっと晴れたけど撤収して帰りましょうか、うん、あ、ほんで電波が全然入れへんからさ、ゼロです。皆さん、うん、どこのキャリアもおそらく、うん、だからそれがあるんだよね、風景屋さん。そうやわ、ここに来て一回も携帯触ってない。そう思った、うん、ちょっと携帯からスマホから離れたい人はいいかも。トイレも近いし。トイレ近かった。家からここまでも近いし。近かった、何も考えてる。うん、いいっすよ、京都でちょっと渋滞しちゃう。あー、そうやん、京都はちょっと渋滞しやすいから、うん、帰ろ。帰って細っ、ね、はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた会う日まで。いいお年寄りになろうかな、パパはね。